はい、ということで、今回はですね、269回、エクゼミ統一模試1で点数が取れなかった皆様へ大切なお話がありますという動画になります。はい、ということで、この動画見てる方は、エクゼミ統一模試1ですね、を受け終わった方が、大半かなと。ただ、学校によって、前後すると思うので、10月の頭ぐらいに受ける方もいらっしゃるって聞いてるんで、前後すると思うんですけど、もし10月に受ける方いらっしゃったら、見てもいいし、10月受け終わってから見ても大丈夫です。はい。とりあえず、やる内容としては3つですね。1つ目、模試の結果を自己分析すること。そして2つ目、模試の復習をする。3つ目、勉強スケジュールを組み直すということですね。この3つやっていこうかなと思います。で、まず最初。皆さんお疲れ様でした。ちょっと待ってね。暑いから冷房をつけろ。はい。で、お疲れ様でした。2日間ですね。やると、本番と同様の時間割でやるということで、1日目が必須問題、理論。必須、理論1、理論2か。で、2日目。が実践ですね。1、2、3かながあったということで、初めての方、現役の方は初めてかな。長丁場、2日間かけてやる345問ですね。で、国試浪人生の方は何回かやってると思うんですけど、久しぶりのかなり集中した模試になったと思います。で、結果、自己採点された方もいらっしゃると思うし、解説等ですね、が戻ってきて、自分の点数とかが分かって、で、受けた受験者数で全国で自分自身がどれぐらいの順位にいるのかっていうのも、分かった人もいるんじゃないかなと思います。でですね、ポイントですね。3つですね。まず、模試の結果を自己分析するということですね。これ大事なことですね。受験して、模試受けて終わった終了じゃなくて、その模試の、結果ですね。自分自身の実力を把握するということですね。満点が345点で、皆様は何点取れたでしょうか。で、模試始まる前等で、何点取ってくださいよっていう動画を出したんですけど、振り返ると、現役薬学部生は170点ですね、を目指してくださいと。そして、国試浪人生は225点を目指してくださいというところで、その点数、皆様どうでしたか？超えた人もいれば、同じぐらいだった。その点数より低かったっていう3パターンかなと。思います。で、自分自身がどの位置にいるかと、模試の難易度によって、若干平均点と変わってくると思うんですけど、その点数目安にしていただいて大丈夫で、あと模試の結果で、全国順位出ると思うんですけど、ただ早く受けた方は本当に全部が出てなくて、まだその後に受ける方の数が足されてないんで、正確な人数っていうのが分かんないっていう、ちょっと、初めの方で受けた人は難点があるんですけど、それも含めて点数170、225で区切ってください。で、それで、それより上だった人は、頑張ったなと。同じぐらいだったら、このペースでいこうっていう意味合い。足りなかったら、みんなより足りなくて、不合格ラインだなっていうところを思っておいてください。ただ、終わったのが、9月半ば、10月前ぐらい。なので、あと何ヶ月ですか ?10、11、12、1。半年は切ってるぐらいですね。で、まだ、挽回はできます。この段階で挽回はできるけど、ただ、この後にも言うんですけど、勉強スケジュール。と、あと、自分の、ちゃんと、正しい勉強をしないと、その、
効率の良い勉強をしないと、その点数が相関していかないんで、間違った勉強をしていて、点数が、100、平均ぐらいか、それ以下だった方は、ちょっと厳しい戦いになります。落ちてしまう可能性が高くなる。なので、ちゃんと、意識してやらないといけないと、勉強をね。はい。で、一つ目が、模試の結果を自己分析するということで、9科目あって、必須理論、実践と点数が、ちゃんと、何点だったかっていうのが分かったと思います。で、その点数ですね、を見て、自分自身が、もともと目標だったのは、ここが何点とかってあると思うんですけど、どうでしたかね。かけ離れてたか、それとも、予想より取れてたとか、あると思います。その点数を見て、気を引き締めて、次の2ヶ月後ですね、統一模試に向けて、勉強していくということですね。ここで、点数取れなかったとしても本番じゃないんで、合格不合格は関係ないので、そこは、意識していってください。はい。そうやって自己分析をすると。そして、2ですね。模試を復習するっていうところで、大事ですね、ここが。模試を受けて、点数が分かったと。で、その模試を復習してください。そのパーセントとかで分ける人もいるんですけど、分けなくていいです。正答率が何パーセント以下の問題はやらなくていいとか、そういった話もあったりするんですけど、関係なくやってください、普通に。ただ、何周もしなくていいんで、1周で大丈夫ですね、復習は。やり方、復習のやり方っていうのは、スケジュール動画かな等で、正確に話してるんで、そっちをご覧になっていただければいいかなと。過去問の復習の仕方と同じなんですけど、模試の復習としては、できる限り、模試を受けてるときに、問題が出て、で、選択肢が5つあると思うんですけど、これは合ってて合ってる、これは×、全部×とか、そういうのをつけてもらって、で、完全に、正解、他のも全部削除できて、正解だったらその問題飛ばしてよくて、で、例えば、理論の問題で、2つ選べと。で、正解はしたけれど、ほとんど当て勘だったっていう場合は、その問題は、次回同じような問題来たとして、正解するとは限らないので、その5つの文章を正確に理解する必要があるということで、三角とつけていただいて、復習していくという形ですね。で、その丸三角×って付け方もスケジュール動画で話してるんですけど、それを本番の時に、印をつけてほしくて、で、印をつけました。で、復習するときに、丸の問題は全部飛ばしいんで、三角と×だけを復習してください。で、その三角と×を見て、で、解説読んで、で、その解説、その内容ですね。内容の部分を参考書に戻って、で、参考書をちょっと読み込むというパターンですね。をやっていってください。で、それは一周で大丈夫。何周もしなくていいんで、やっていってください。で、復習が大切ですね。ポイントとしては。ただ、復習だけじゃなくて、模試を受ける意義っていうのは、その雰囲気になれること。すごい、その雰囲気に飲まれちゃって、普段の実力が出せない方も多くいらっしゃるので、その場の雰囲気になれることが大切なことと、あと、解く際に、解き方なんですけど、人によって解き方が全然違くて、やり方として、必須問題で言うと、最初から最後までガーって解く人もいれば、私は後ろから問題解くんで、そっちの方が、すごく精神安定的に楽なので、実務が最初にあって、実務得意なんで、ガーって全部解けて、次に行くみたいな。それの方が、すごく波に乗りやすいので、
やってってますね。あと時間配分的に、実務とかさーって解けちゃうんで、知ってれば解ける問題が多いんで。で、後ろから実務で法規も知ってれば解ける問題でやってってっていう感じですね。物理、生物は普通にいけるんですけど、物理で止まっちゃう時とかってあるじゃないですか。計算問題とか来たりとか、なんだっけこれみたいな。で、悩むところ、あと足切りもあるんで。なので、まあ、後ろから解いてってますね。あと、計算問題を最初飛ばすとか、そういったのもありですね。計算問題って結構時間食っちゃう問題を食っちゃうんで、で、その一問と、一瞬で解ける文章題の一問って同じ価値なんで、なので、最初に、計算問題とか全部飛ばしちゃって、で、全部解きました。その後に、計算問題に戻って計算を解くと。そうした方が、まあ、時間最後に残った分だけ計算問題に割くっていうことになれるので、まあ、そういった方法もあるって理解しておいてください。まあ、ただ、リスクとしては、正解のマークシートとか見せると、それで終わりなんて、そこだけ気をつけてください。そういったことですね。あと、まあ、本番と同じ時間割でやるので、朝方とか夜方とか、今の時点で夜方の人は結構きついと思うんです。朝にちゃんとやるから。だから、ちゃんと、まあ、今の時期はいいんですけど、ちゃんと、試験時間中に、最高のパフォーマンスができるような体、脳みそにしておかないといけないので、まあ、そこはもし3ぐらいには完全に合わせておかないと、夜型が習慣になってしまうと厳しくなってくるので、まあそういうところですね。あと体調管理とかね、を気をつけていってください。で、3つ目、勉強スケジュールを組み直すということで、まあ、模試になりました。で、点数が当ててます。で、得意不得意出てくると思います。点数的にね。で、もともと自分が得意だと思ってたやつ、不得意だと思ってたやつが意外と逆転してたりとかあるんで、点数とかで。で、それを見てもらって、まあ、客観的に見て、まあ、この科目意外と点数取れてるから、点数取れてない科目をちょっと両国やろうとか、科目の組み合わせとかいろいろあったりするんで、まあ、そういった勉強スケジュール、今まで勉強してたスケジュールを今回の模試の結果から組み立て直すってことですね。まあ、それすごく大切なことですね。客観視して、まあ、点数取りやすいところを取っていくというところですね。まあ、基本的に、まあ、点数というと、一番点数、時間を割いて点数を取れるところが薬理と、治療と薬剤、衛生ですね。これが1科目50点満点なので、まあ、その科目、点数、配分が大きい科目をやることによって、まあ、点数が上がっていくというところですね。まあ、そこを優先的に解かないといけないと。だけど、そこばっかり点数、時間割くと、基礎科目が点数取れなくて、必須で足切りとかそういうパターンも出てくるので、そこはうまくまんべんなくやらないといけないと。あと、基本的に1日3科目ずつ、複数科目やった方がいいです。で、それ、まあ理由としては、1科目1日ってやっていくと、まあその1日だけすごく勉強できるんだけど、次回その科目勉強するとしたら、9日後とかになっちゃうんで、まあそれだと9日後に忘れちゃうので、覚えた知識が。なので、まあそういったこともあるし、いろんな科目と組み合わせてやると、他の科目とつなげて覚えることができると、あ、ここって同じこと言ってるよねとか、あ、薬剤からこうやって聞かれてるんだとか分かるようになってくるので、まあそういったことを意識して、まあ、勉強していってください。まあそういうすごいポイントですね。1日3科目ですね。で、まあ、すごく話したんですけど、まあ基本的に、すげえ助けてほしいっていう方いらっしゃったら普通に DM 等送ってください。送っていただければ、返信させていただくので、まあ、アドバイスさせていただきます。はい。まあ、そんなところでしょうか。はい。ということで、今回は269回、薬ゼミ統一模試1で点数が取れなかった皆様へ大切なお話がありますという動画でした。
聴ありがとうございます。薬剤師国家試験攻略メソッドは無償で運営させていただいています。そのため皆様のご協力が必要になってきます。マサ46494の YouTube チャンネル登録、Twitter フォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。